こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ね、ドラえもんのプロジェクタライトキーホルダーをのガチャガチャを買いましたので紹介したいと思います。はい、まずどんなものかをちょっと見ましょう。はい、じゃーん、タカラトミのホームページにこれ書いてあるんですよ。値段は300円です。で、実際のこういう2種類があるんですね。まずそのスモーライトとビッグライトで、はい、でこの中でもここが押すと、あ、ごめんなさい、ちょっとボケてこれ隠れしましょう。はい、スイッチ、ちょっと待ってね。はい、このスイッチを押すと、プロジェクター、まあ型にドラえもんが映ります。で、まあこれからラインナップを見ましょう。で、ほら、じゃじゃーん、かわいいね。まずドラえもんと、スモーライトのしずかちゃんで、はい、スモーライトのドラえみ、あと、まあ、ビッグライトのジャイアンと、のび太くんとスネ夫。はい。さあ、いいよ。楽しみだね。本当にどんなものかを、すごく、ワクワクしてます。はい。これです。あ、これ見るとね、もう、スモーライトと、もう、分かっちゃったんだよね。はい。ビッグライトじゃなくて、じゃあ、スモーライトの中に、そのどれかを、ね、ハリキンはドラえもんかドラミが欲しい。さあ、はい、開けましょう。早速、じゃじゃーん、ほら、いいね、いいね。これ300円でいい、よくできてます。あ、説明書は残念、カラーじゃない。まあ、こういうふうに先ほどのスモーライトは上に、ドラえもん、ドラミとしずかちゃん。あ、はい、じゃあさあどれかを合ってるか今まず見ましょう。まず、お、かわいいね。またね、ここから出ます。はい、これ押すとなっちゃうけど、はい、じゃあこれ何か、はい、じゃじゃーん、あ、ドラえもん、よかった、ドラえもんだ。さあ見てみましょう、ドラえもんのはず。じゃじゃーん、あれ、なんか、あ、これがね、電池のカバーがあるね。これ外さなきゃ。はい、外します。で、はい、はい、電、はい、このビニールが外れた。はい、電池が、はい、じゃーん、黒い。あ、こ、すごい、よくできてる。いいね、いいね。ドラえもんだ。いいね。これかわいい。お、気に入った。おー、本当にプロジェクターだ。近くなると良くないね。ある程度距離を持つと。ドラえもんだー、いいね、いいね。お、あ、お、大きい。あ、すごい。明るいところでも、ちゃんと見えますね。じゃじゃーん。あ、赤はのところダメね。黄色でも使えるし。いいね。お、かわいい。いいね、これ。気に入った。はい、以上です。アリチンチャンネルでした。今回は、ドラえもんのプロジェクターライトを、ガチャガチャを開封しました。はい、皆さんも、気に入ったら、ぜひ探して、あ、ちなみに、アリチンがビカメラで買いました。はい、以上です。アリチンチャンネルでした。またね。チャンネル登録お願いします。バイバーイ。